こんにちは。今日はですね、この ZVE10 のね、お話をしていきたいと思います。その前にですね、皆さん今、お聞きになっているこの音声ですね、こちらワイヤレスマイクで収録をしています。当店で、取り扱いを開始した CK モバという、ところの非常に小型でお手軽で、そしてね、しっかり音声が収録できるこちら CK モバの、ボーカル XV1 というね、はい、こういうマイクで収録をしています。 CK モバのマイクロフォンについてはいろんなラインナップがありますので、気になる方は商品説明欄をご覧になってみてください。今日はですね、久しぶりに ZVE10、 この白いカメラですね、こちらのお話をしたいと思います。こちらの情報ね、いろんな YouTuber の方々が有益な情報発信をされていますので、改めてね、私が説明する必要はないのかなと思いますが、まあね、興味ある方は聞いてやってください。まあ、というのもですね、当店 YS イメージのお客様でこの ZVE10 を、まあ、購入されて、でミラーレス初めて買いましたと。でどんなレンズを、まあ、選べばいいですかという質問が多くいただきます。はい、でそこで私がお答えしている2本のレンズですね、2本のレンズを皆様にご紹介したいと思います。まあ、こういった情報はですね、おそらく多くの方々が私なんかよりももっとね、有益な、まあ、詳しい解説をされていると思いますので、そちらの方もね、ぜひ合わせてご覧になってみてください。はい、私が前回使ったのは、初回ですね、ファーストライトで使ったのがこのキットズームレンズですね。このキットズームレンズ非常に小ぶりで、スナップに、常用スナップにすごく向いたレンズだと思いますんで、後でこれ買うことってできますよね。これ単体で売ってますよね。私はキットで買いましたけど、ボディとセットでね、買いましたけど、まあ、このレンズがまずおすすめですね。はい、まあ路線としてはやっぱりお手軽路線なんで、お手軽とか、あと Vlog とか、まあ、そういったところにあります。でこれのワイド側でも十分ね、自撮りをすることができる。ちょっと顔が大きくなるけど、その時は話せばいいとかね、はい、工夫をすれば十分使っていけるし、パワーズームがついていますんで、はい、じわーっとね、こう録画しながら近づいていったりとか引いたりとかっていうことができますので、こちらはね、まあ、おすすめかと思います。 APS 用の、キットズームですね。これがまず1本です。はい、で2本目はですね、これ皆さんね、やっぱりジンバルで動かれる方っていうのは特にですね、この広角レンズですね、広角レンズをおすすめしたいなと思います。これ純正レンズじゃなければですね、定番レンズがありまして、それは何かというとシグマの 16mmF1.4アート。 このレンズはですね、まあ多くの方々が Vlog で使われていますね。はい、おそらく Vlog をやられている方、実際に Vlog で、人気のあるインフルエンサーさんとかがこの 16mmF1.4 を使われていると思うんですよ。でその影響で、うちのお客さんでも、この多くの方々がね、 16mm の F1.4 というのを使われています。ぜひね、そちらの方もチェックされてください。私はね、ちょっと持っていないんであれなんですけど、はい、そちらもおすすめだと思います。でそして、広角側で言うんだったら、この超広角ズームですね、10から 18mm のこのレンズですね。はい、こちらも、まあ、今夜初めてね、私ね、このモザミニピー、こちらもうちで売っているこのジンバル、このジンバルとこの ZVE10 と10-18のレンズ、この組み合わせ初めてね、私今日搭載してみたんですよ。で搭載して、でうちの子供をね、まあ、家の中で追いかけ回すような、はい、シーンを撮影してみました。手ブレ補正は、これは光学手ブレ補正 OSS というね、レンズの中で手ブレ補正をするような、そういう機構が搭載されているんで、なので何もないサードパーティーのレンズよりも手ブレに強いということですね。でこの白いカメラはボディ手ブレ補正みたいなのがついていないから、なのでこの手ブレというのを嫌う人は、こういう OSS 付きの純正レンズというのがおすすめなんじゃないでしょうか。はい、まあ、そんな意味でもこの10から 18mm というレンズは動き回ったりとか、あと自撮りにも向いてますし、まあ、もちろんね、10から18の範囲内で画角を広い、ね、狭いっていうふうにこう調整が効きますんで、自撮りをされる方、もしくは作品撮りか何かでこうゆっくり歩いていくとかね、はい、ゆっくり歩いていくというか、あの広角になればなるほどジンバルの移動映像ってすごくね、ダイナミックさを増すんで、スピード感を増すんで、わかりますかね。なので、このキットズームレンズで
歩き取りとかをしてもすごくねスローな感じ、スローでまあそれはそれでいい感じなんですが、もっとねダイナミックにこう動きたいっていう感じの躍動感ある映像にするにはやはりねこの広角レンズがおすすめです。ですのでこのソニー純正の10-18mm のレンズですね、はい、こちらのレンズ、やっぱりね1本持っておいた方が私はいいと思います。はい、ZV-E10 をお持ちの方はですね、ぜひこの10-18というものを、キットズームの後とかに買ってですね、ぜひそれでジンバルなりでこうやって動いて撮影してみてください。面白い映像が撮れます。はい、ですので、このねうちで、まあ、これですね宣伝になりますけど、うちの、まあ、モザミニ P ジンバルですね、こちらと合わせて、まあ、こうやって運用するということを試されてみてください。はい、で、最後におすすめしたいレンズがこちら、まあ、こちらもねおそらく多くの方々がレビューしてきて、私もねこのレンズとのね付き合いはすごく長いですね。2014年とか5年とかも相当昔からこれを使っています。で1回手放してまた買い戻してみたいなことをやっていて、やっぱりこのレンズは万能だなということを思っています。この18-105mm レンズ、これは、フルサイズの 24-105 とかと比べるとかなり、ズーム倍率が高いです。ですので APS センサーというのも相まってねかなりこうよれる、はい、157.5mm でしたっけ、はい、かなりクローズアップができます。でワイド側はっていうと 18mm ですから 1.5×27mm ですね、ちょうどスマホぐらいの画角ですね、スマホの標準画角ぐらいで自撮りできるじゃないですか、あれぐらいの広角から 157.5mm ってね結構寄れますよね。はい、だからこれ1本ここにもしつければものすごくお気軽な便利ズームシステムになるんですけど、だけどねこれねそのまま載せてみると、先ほどやってみたんですけどこの白いカメラがあまりにも軽すぎて、軽い重いだから前に倒れる、だから後ろに引くじゃないですかバランスをね。そうするとこれねもう後ろねギリギリいっぱいまでしかこれ動かない、もうギリギリいっぱいまで突き当てで動かすともうそれ以上動かないっていうところで、もうどうしてもねフロントヘビーになっちゃうんですよ、前が重くなっちゃう。で後ろが軽すぎちゃってもっと引っ張ろうと思ったら、まあ、例えば何かクランプとか、ね、前後に動かせれるような何かをつけるとか、もしくはこの ZV-E10 用の囲うケージみたいなやつ、ね、これを囲うようなスモールリグさんとかであるんですかね、そういうちょっと重さを、ね、重さをなんていうんですか、かさ増し、うん、するようなそういうリグみたいなもので囲って後ろを重くしてやることで、まあ、ひょっとしたらバランスが取れるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、かなりこのカメラ軽いんで α7C だったらねギリギリこれとこれがミニ P で使えるんですよ。なので重量的には全然大丈夫なんですよ。ただねバランスの関係でちょっとここを重くしてやるような必要があるということだけ思っておいてください。なのでこれを問題なくね、まあ、例えば前にフィルターつけたりとかフロントをもっともっと重くして使おうと思ったら、それこそモザエアクロス2とかね、もうワンランク上のジンバルが必要になってくるということになります。ですのでこのレンズを使うときは、このミニ P で使うときはちょっと注意が必要です。はい、乗らないことはないです。ペイロード的には全然問題ないです。はい、工夫が必要だと。だからここにマイクをつけたりとかね、まあ、何かこう後ろを重くするような、まあ、そういう工夫をすれば運用ができると思います。まあ、もしね今後そういうことをやってみて私が成功したらですね、皆さんにまたシェアしたいと思います。このモザミニ P というジンバルは私ね全然ね今後現役で作品撮りに使っていこうということを考えております。まあ、その他ですねこの ZV-E10、私はねそんなに知識ない、これからねちょっと経験増やしていこうと思うんですが、まあ、もし疑問等あればですね、はい、ご質問いただけたらお答えしますんで、今後ともね YS イメージをよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、まあ、非常にこう簡単なレポートになりましたが、今日は ZV-E10 についてねどのレンズがマッチするのっていう話をさせていただきました。以上です、ありがとうございました。